マイケル・キスクは、ドイツ出身のロックミュージシャン、シンガーソングライター。様々なグループに在籍した実績を持ち、特に、ジャーマンメタルバンド、ハロウィーンの活動で知られる。セッションの客演も数多く、ソロシンガーとしても活動している。身長181センチメートル。海発線にその力量を見込まれ、十八歳で、ジャーマンメタルバンド、ハロウィンに加入し、アルバム、 守護神伝第一章、マイナスデイデビューを果たす。ハロウィンを世界的なメタルバンドに押し上げ、ジャーマンメタルというジャンルの確立に貢献した。海半戦が1988年にハロウィンを脱退し、キスク自身も1993年にメンバーとの音楽性の対立からバンドを脱退。ちょうどこの頃、アイアンメイデンからブルース・ディッキンソンが脱退したばかりで、その後任として、 キスクが加入するのではという噂もまことしやかに流れたがキスク本人はメディア史等のインタビューに対してそれはないときっぱり否定している自身の求める音楽性と合わないということからメタルシームを退り添き1996年にソロ第一弾アルバムインスタントクラリティを発表ザ・コーリングニューホライズンズといった楽曲にて ハロウィン脱退以来久しく聴くことができなかった歌唱力を再確認した。オールウェイズは自殺したインを守備ヒテンバーグに捧げられた楽曲でビデオクリップも作られている。ハロウィン時代よりもスタンダードに近い綺麗な歌物のロックやバラードでまとめられている。開運戦、イドリアン・スミスがゲストとして参加。なお、キスクは前年に発表されたガンマレイのアルバム。 ランド・オブ・ザ・フリーにも参加することになった。このスタジオ録音の際に撮ったタイム・ツー・ブレイク・フリーのボーカルはこのアルバム内で最も素晴らしいボーカルパフォーマンスとなり、開発戦を含めその場にいた全員が彼が全曲歌った方が良いんじゃないかと言ったというエピソードが残っている。開発戦曰く彼がまさにやろうとしていることだからぴったりの楽曲だと思うとのこと。 この頃のインタビューでハードロックも入っているが、このアルバムは今後のビジョンであるとインタビューで語っていた。そして1999年に発表したセカンドアルバム RTS は前日の言葉通り前作のスタイルを自身の音楽スタイルで発展させてはいた。当時のインタビューでも自分はもともと典型的なヘビメタル人間ではないとはっきり公言しており、 クラシックアルバムを出すことにも興味があるということすら、示唆した。なお、窓辺で人の形をした、何かがで佇んでいるジャケットや、あえて全ての歌詞を載せなかった、独特のインナーはこのアルバムコンセプトによるもので、本人自身でデザインしたものである。2001年、江戸街の飛びやすサメットから熱烈なアピールを受け、メタルオペラプロジェクトであるアバンタジアのアルバム、ザ・メタルオペラに参加。 役名は、ラゲイド・バンドレイ。その他のゲストには、海ンセン、ロブロック、ヘニュー、リヒター、マーカス・グロスコフ、アンドレ・マトス、ティモ・トルキ、アレックス・ホルツワース、デビット・ディ・フェイス、オリバー・ハートマン、シャロンデン、アデル、ラルフ・ザ・ディハース・テックらが参加している。豪華ゲストが話題を呼び、高セールスを記録した。以降も、エドガイの EP 等に、ゲストで参加し、 ボーカルを担当することになる。2003年にスーパーレッドを結成。ソロからバンドスタイルに変え、2作のソロを引き継いだ。音楽性にロック色を強めたアルバムスーパーレッドを同年に発表。基本的にソロ同様に曲は自身で制作している。しかし、セールスは前回以上に落ち込んだ。自身では自分のやりたいことを追求するには、セールス面では、 覚悟しなければならないと語っていた。2004年5月には、スーパーレッドの公式ページにて事実上のハードロックシーンからの引退宣言を発表している。2005年にフロンティアーズレコードの提案で、ピンククリーム69のメンバーと共に、プラスバンドームというプロジェクトを立ち上げ、同年にアルバム、プラスバンドームを発表した。マイケル自身のコメントでは、 元々レコーディングした時は本当に、ホリガーや、ジャーニータイプの AOR だったそうで、レコーディング後にフロンティアーズレコードのオーナーであり、プラスバンドームを指導させた本人でもある、セラフィノ・ペルジーノがヘビなギターをサウンドに乗せてミックスし、出来上がってきたものが本作だったとのこと。自身ではミックスには立ち会っていない。制作過程それ自体は、本人も非常に楽しめたそうで、まあ、 いいかという程度にひとまず考え方を止めることにし、発表に至った。また、この頃に、胃の手術を受けていたが、比較的すぐに回復している。2009年、第2弾となるアルバム、ストリーツ・オブ・ファイヤーが発表された。ストリーツ・オブ・ファイヤー、衛生インリプレイなどの楽曲中では、当時はあまり聴くことのできなくなっていた、ハイトーンボイスを披露している。2006年には、ソロ名義で、 アルバム、キスクを発表。彼は AOR にも似た世界に入り、今も自分の音楽を追い求め続けている。本作のサウンドは、ヒーリングサウンドを取り入れたようなポップス及びロックであり、これまでのソロ史上、最も穏やかで、優しい音作りとなった。ヘビーメタルを歌わなければいけないというファンには、納得できないが、歌ってほしいという意見自体を否定するつもりはないとも、 発言している。プラスバンドームが縁となり、2009年に、新バンド、ユニソニックを結成。メンバーは、プラスバンドームで共演した、デニスワードとコスタ・ツァフィリオ、そしてマンディ・メイヤーである。マンディ・メイヤーは、デニスワードがクロウカスのプロデュースを手掛けた縁から、加入を持ちかけられた。そして2011年春、かつての名優である海運船の加入が発表された。 同年10月には、開半戦を加えた5人編成で、ラウドパーク11に参加し、翌年6月にデビューアルバムを発売、同年9月に来日公演も行った。そして、2014年7月、セカンドアルバム、ライトオブドーンが発売され、同年9月に2年ぶりの来日公演を行った。2016年11月、キスクが開半戦と共に、 ハロウィンのメンバーとして復帰し、ワールドツアーを行うことが発表された。キスクにとっては、約24年ぶりに、ハロウィンのメンバーとしてのツアーに参加することとなり、キスクは、今回のバンドへの復帰について、2年くらい前に偶然、同じステージに立った時に、久しぶりにバンドメンバーと会話をしたらもうお互いに、ネガティブな感情を抱いていないことが分かったと述べており、その後も、 共通の友人である海半戦を介して話し合いを行い、またハロウィンがバンド結成から30周年を迎えたことなどもあったため今回の復帰へと至ったという。ワールドツアーはパンプキンズ・ユナイテッドという名称で翌年秋から海半戦と現ハロウィンのメンバーとの7人編成で行われ、2018年3月にはパンプキンズ・ユナイテッドでのシングルもリリース。そして、 来日公演も実現された。当初、この復帰に関しては、期間限定的なものであると思われていたが、キスクは、今、バンドメンバーの中がとても良好で、このままツアーだけで終わるのは、もったいないと思っていることや、一緒に活動する中で、過去や、ヘビーメタルに対する恐怖が完全になくなったことを、ツアー終了後のインタビューで語っており、後に回とともに、 ハロウィンのレコード制作に参加することを発表する。そして2021年4月の先行 EP スコヨーホルを皮切りに6月にはハロウィンのメンバーとしてはおよそ28年ぶりにレコーディングに参加したアルバムヘライーンをリリースした。ありがとうございます。